皆さんこんにちは、朝日奈彩です。本日は私朝日奈彩の休日の1日 Vlog を撮っていきたいと思います。休日といっても朝からね、オッチの撮影を終えて、これからさやかちゃんと一緒にBe My Floraのキッチンに行きたいと思います。なんかこの間休日の Vlog を回してすごく好評でしたので、本日も回していきたいと思います。なので皆さんぜひ最後まで楽しんでください。はい、ということで今お店の中に入りました。Be My Floraキッチンにやってきました。前さ、なんか YouTube で撮影して、そこからめちゃめちゃ気に入って2回目です2回目やってきました。ということで今は目の前にさやかちゃんがいて、もうさ、めっちゃ合ってるよね。最近今週1は合ってるよね。週1は合ってるね。合ってるよね。今日は何をする予定ですか？今日はすっごい嫌なんですけど、英語の勉強を一緒にしよっかっつって素晴らしい。やばいよ。今日は一回そういうこうカフェ的なね場所に行って英語の勉強もしたいなって思っております。でまずは腹ごしらえしたいよねっていうことで Be My Floraに本日もやってきました。でこの間も頼んだんだけど、発酵レモンスカッシュと、あと今回はラーメンを頼みました。さやかちゃんはこの間私が頼んだ生姜焼きを頼んでおります。生姜焼きにするか悩んだもん。私なんか、食事とかに来たりとかしても、なんか新しいものを頼まずに、なんか安定のものをずっと頼むタイプなの。なんか、新しいお店とかもさ、めっちゃ行くじゃん。私新しいお店全然行かないから、お店のレパートリーめっちゃ少ない。連れ出してもらっております。じゃないともうお家の中から出ないから、本当に。なんかトレーニングしてるかメンテナンスしてるかとか終わっちゃうから、だから本当に、なんかいろいろ出るじゃんね。確かに私もどっちかというと出る派だね。出るよ ね。めっちゃ出てるの本当に。誘ったらさ、えいちゃんもえいいねみたいな。あ、そう、出る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 。好奇心はすごい、いろんなところに向いてるよね。うん、やってみたいみたいなとか。そう、今でもなんかいろいろそれで案出てるよね。今度出てる。陶芸もやってみようとかさ、うん、何作りたいとかある？これぐらいのお皿とか作ろうかな。なんかちょっと手のひらぐらいかな。サイズのお皿。なんか決まったお皿ばっかり使うようになってるから、なんか飽きてきちゃうから。なんかちょっと違うなんかお皿もさ、なんかあると違うじゃん気分的に。なんかスタメンとして使えそうぐらいな大きさがいい。はい、ということで今ね、Be My Floraのラーメンが届きました。はい、じゃあお見せします。こんな感じです。おいしそう、最高です。いただきます。おいしい、おいしい。写真撮られた。顔作った。お味噌汁って何入れてる？それこそわかめとか入れる？わかめも入れる。あと青さとか、青さ入れるとか、キャベツとか人参とか。じゃあ結構お野菜ゴロゴロ入れるんだ。うん、入れるかも。入れない時もある。キノコだけとか。意識しないと取んないもん。え、嘘、キノコ取らない？あんま取ってないかも。あ、そう。本当。お味噌汁に入れるえのきだけみたいな。おかずであんま取んないんだよね。しめじとか。葉野菜の方が取らない。取らなきゃと思って。水菜とか、なんかそういうのをパックで買っといて、なんかあのさ、水切りあるじゃん、あれを切って、なんかいくつかにこう分けてサラダをもうストックしちゃう。葉野菜意外とすぐにダメになっちゃうからさ、もうそれぐらいね、分けて使うぞってしとかないとね、たくさんおしゃべりしながら、ただいま完食いたしました。ということで、新商品のシフォンケーキが到着しました。で、ハンバーガーでチョコレートのチーズケーキです。じゃあこれからいただきます。軽い、おいしい、うまっ。すごいね、あんなにお腹いっぱいだって言ってたのにさ
ペロッと食べてるやん、ね、だって6つのフリーですから、こちらはグルテンフリー、添加物フリー、白砂糖フリー、香料フリー、着色フリー、保存料フリー。無添加の生味噌はあやちゃん作ってるもんね。うん、作ってる。でもさ、調味料も使ってるでしょ、有機みりんもだし、ラカントとか砂糖も使ってるでしょ、調味料はとりあえずなんかいいもの使って、お野菜とかは頑張るにも限界があるような気がしてきてる。確かに、ね、なんか自然栽培のお野菜なんてもう1個がもう1000円とかしちゃうから、それはやっぱり続けるにしてもで難しいから、ちょっとなんか調味料とかにお金をかけての方がいいかなって思ってる。できることから少しずつ読んでおります。ね、本当だよね。はい、ということで今は結構散歩したよね。歩いたね。いろいろ散歩して雑貨を見たりとか、なんかいろいろしながら北千駄ヶ谷の方までやってきました。で今はドンハーマンカフェに来ております。でこれから英語の勉強をしたいと思います。英語でも何ヶ月ぐらいやってるんだっけ。半年。半年か。さやかちゃんは英語は日常会話ぐらいだったらお話はできるらしいから、本当はね、なんか LINE とかもさ、なんか英語とかでやり取りしたいなって思うんだけど、やりたいなって思って言おうかなって思ったんだけど、まだそんなに文章能力かけてるわけじゃないからまだだなって思って、もうちょい様子見てる私は。いつか LINE で韓国語やりたいとか言ってました。いやそうだよ、時間あったら韓国語もやりたいとか言ったけど、まあ無理だよね。無理はい、ということで今1時間ぐらいかな、1時間ぐらい終わってちょっとお腹すいたねってなったのでパンケーキを頼みました。グルテンフリー、そうそう、グルテンフリーのパンケーキ最高です。美味しいね。すごい、なんかこのロンハーマンのカフェに来てさ、英語勉強してさ、なんかパンケーキ食べてさ、なんかこういう時間を過ごしたのが結構学生ぶりかも。本当に。いろいろなんか新しいところに連れてってくださいって言ってて、アフタヌーンティーもめっちゃ流行ってるけど行ったことないから。もう驚きよそれは。そういうことをね。いっぱい教えてもらってる。また1週間後とかになると思うけど、さやかちゃんと合流してまた動画を回そうと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあこれを食べてちょっと勉強するかおしゃべりするかして終わりたいと思います。はい、ということで本日はさやかちゃんとスケジュールを合わせて2回目ということで、本日はですね銀座の方にやってきました。でこれからアフタヌーンティーを楽しんで、その後ちょっとお買い物とかできればいいなっていう風に思っております。初めて、プライベートでは初めて。でも私もこの和のアフタヌーンティーは初めて、そうなんだ、あんまりないと思う、ないよね。めちゃめちゃ美味しくて、何食べる？すごい種類あるからさ迷っちゃうよね。これ食べよう。わあすごい。これ生姜って言ったのが、生姜だって。生姜の生姜。美味しい。大人だね。大人。ね。雰囲気もなんか落ち着いてるしさ。いろんな経験を経て大人になっております。10代の頃はすっごいカラオケに行ってた記憶があったよね。カラオケめっちゃ行ってた、ね、カラオケめっちゃ行ったし、なんならカラオケ歌を歌ってないのにただ喋りに行ってたよね。すごい素敵なお茶がここに入っております。美味しい。美味しい。うん、美味しい。
洋食のアフタヌーンティーとは全然雰囲気違うの。あ、違うんだ。そう、なんかやっぱ今日は落ち着いてる和菓子だし、うん、なんか雰囲気もゆったりしてたし、なんかお上品な感じなんだけど、うん、でもね、洋はね、もうちょっとポップもうちょっとポップなんだ。もうちょっとね、そうなんだね、うん、なんかさ、アフタヌーンティーとかもさ、じゃあさ、予約しますってなるとするじゃない。私はもうその予約から何かできないけど、いやいやいや、でもさ、できるじゃん。いやいやいや、それが本当にすごい。いや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 、場面行動派だから。いや、すごいなって思う。韓国のすごい有名なごま油があって、でそのごま油をなんか食べてみたいけど、販売が開始されたらみんな購入するから買えないんだよね、なかなか。1で売り切れる、もう何時間とかで。そうだよね、うん、買ったことがないんだよね、でもずっと気になっててみたいな話をさやかちゃんにしたら、販売されて数時間の間に購入してて、嘘でしょ、買えたのあれみたいな。ちょっとすごい、考えられないの、私からすると。本当にさやかちゃんほど行動力がある人は本当に見たことない。本当、うん、だってもうさ、話して次の日にはさ、行動に起こしてると思う。確かに確かに、そうだ ね、始めようとかやらなきゃみたいな思うことは後回しにはしないタイプ。そうだよね、うん、仕事ってなると、うんうんうん、もうとにかくその貯めるのが嫌だから、うん、ちゃんと頭に入れてやるけど、でもさ、プライベートじゃん、もはや早くないと思って。でさやかちゃんがよく言うのが、うん、なんかさ、好きなものが何かわからないって言うじゃん、うん、そうそうそうなの。だからそう、そのね、好きなものがないっていうのがすごい不思議で、めちゃくちゃだからあやちゃんを参考にして生きてる。ね、ありがたいですよ。だから私にはさ、ない感覚があってさ、あやちゃんは本当もう決まってるもんね、好きなものとかも。大まかな好きな、そうそう、軸は変わってないかも。ちょっと今からゆっくりとアフタヌーンティーの続きを食べていきたいと思います。はい、アフタヌーンティーを終えて、これから少し銀座の街並みとか、あとお買い物をしていきたいと思います。はい、ということで、すっかり暗くなりました。まだそんなに日が落ちてるわけじゃないんですけど、早めにさやかちゃんとご飯をして解散したいと思います。でもなんかいろいろ年賀状とかも買えたし、よかったよね。それね、だから年賀状思い出したし、ね、そうだよね。あと雑貨とかを少し購入できたので、すごくいい時間になりました。じゃあこれから、夜ご飯を食べに行きたいと思います。はい、ということで、さっきお好み焼き屋さんでお好み焼きを食べて、現在は皇居の近くを歩いております。2日間にわたってさやかちゃんと遊んだ動画をお送りしてきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとお散歩しながら、これから帰りたいなと思います。本日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで次の動画でお会いしましょう。朝日奈でした。じゃあねー。